回の缶詰はついに海外進出し、米国防省ペンタゴンに行ってきました。ペンタゴンは世界最大の低層オフィスビルで、第二次世界大戦中1941年9月11日に建設が開始され、なんと16ヶ月後の1943年1月15日に完成したアメリカの国防の中枢です。米海軍作戦本部連絡官の桑原仁と申します。私は米海軍作戦ペンタゴン内、ペンタゴン米国防省内にある米海軍作戦本部にて、海上自衛隊と米海軍の協力調整業務を実施しています。本日は、ペンタゴンの中についてご案内します。ペンタゴンは5階建てで5層構造になっています。5層構造は内側から A リング、B リングと続き、一番外側が E リングです。この5層構造を割るように、大きな廊下コリドーが10本伸びています。この廊下は南側からコリドー1、コリドー2、コリドー3と続き、コリドー10まであります。ペンタゴン内には国防長官直属の事務所である国防長官府、政権で指名された海軍大臣、陸軍大臣、空軍大臣をサポートする海軍省、陸軍省、空軍省、そして各軍種の司令部として統合参謀本部、陸軍参謀本部、海兵隊司令部、海軍作戦本部、空軍参謀本部、宇宙軍作戦本部があります。つまりこの建物には10個の組織が入っており、統合作戦本部、海軍、海兵隊、陸軍、空軍、宇宙軍の6つの軍事組織がこの中枢がこの建物に集まっています。ペンタゴンでは2万6000人以上の人が勤務しています。そのためペンタゴンの中にはショッピングモールがあり、快適な勤務ができるようになっています。フードコートが14カ所あり、30店舗のファストフード、喫茶店が入っています。また銀行は2カ所、ユニフォームショップ、花屋、宝石店、チョコレートショップなどもあります。ペンタゴンの中心は中庭になっています。中庭の中心の建物はコーヒーショップで、仕事の合間の憩いの場になっています。ペンタゴンは2001年9月11日のテロ攻撃によって被害を受けました。5人のテロリストがハイジャックした航空機がこの場所に突っ込み、乗員59名、ペンタゴンの勤務者125名が犠牲になりました。今映しているメモリアルはその後設置されたものですが、ペンタゴンではテロ攻撃後、フェニックスプロジェクトとして復旧作業が夜を徹して行われ、9ヶ月で完全に元の状態に復旧しました。ペンタゴン内の廊下はテーマ別に展示物が掲示されています。例えばこの廊下は災害派遣、人命救助に関する展示で、これまで米軍が実施した活動の概要が公開されています。この災害派遣、人命救助に関する展示においては、東日本大震災での米軍作戦オペレーション友達の展示ブースもあります。ここまでは一般公開されているペンタゴンツアーで見ることができます。それではここからは普段公開されていない場所を特別に紹介したいと思います。ここは米海軍のトップである米海軍作戦本部長の執務室に続く廊下です。この廊下には1775年米海軍創設以来の歴代のトップの肖像画が飾られています。米海軍トップの部屋に近づくにつれて廊下が豪華になってきました。奥に見える部屋が海軍作戦本部長の執務室です。ここには海軍大臣、海軍作戦部長、海兵隊総軍司令官、海軍作戦本部長の部屋があります。ペンタゴントリビアについて紹介します。ペンタゴンは建造当初エレベーターはありませんでした。しかしこれだけ広い建物です。
作戦に関する内容を直ちに伝える必要もありました。そのため実は建造当初は廊下を車が走っていました。この渡り廊下はその名残であり、階段を登らずにスロープで上の階に行くことができます。はい、今ここにいるのがナショナルペンタゴン近くにあるナショナルパークです。ペンタゴンが後ろで一望できます。本日のペンタゴンツアーはこれで終了です。次回の缶詰もどうぞお楽しみに。バイバーイ。